魔法のスープを作りましょう。魔法のスープを作りましょう。これで憎かったあいつらをやってやろう。そうだ、恨めしいあいつらを全員やってしまえばいいんだ。エイカティです。はーい、皆様こんにちは。本日はですね、こんな格好をして私一体何をしてるかと思いますか？ピンポーン。答えはハロウィンパーティー。そうなんです、そうなんです、ハロウィンですよね。世の中は10月って言ったらハロウィンがありますよね。ということで私作っちゃいました。じゃーん、ゾンビスープ。はい、こちら私の呪い入りゾンビスープでございます。ゾンビスープ、魔女スープだ。魔女スープでございます。こちらを今日は皆様と一緒に食べていこうかと思うんですけれども、これね、すごくない？ちょっとうち作ったんですよ。みんなに見てほしい。うちがどのように頑張ったのか見てください。これわかる？このペチペチ音。これちょっと見えないな。ちょっと見えないんですけど、これ私が作ったあの真っ赤なゼリーでございます。ちょっとこの混ぜる音いいんじゃない？ちょっと一回混ぜてみていい？ぐちゃぐちゃになっちゃった。ちょっとこれをね、刺して 刺してこうね、こうやってやってたわけですよ。はい、ということでこちら私昨日の夜に夜鍋をしながらこのゼリー作ったんですけど、ちょっとお味チェックしてみてもいいでしょうか？どんな味なんだろう。ちょっと取れない。トリックアトリート。くそまずい、くそまずいんだけど。びっくりした。あのね、お水となんか赤色の寒天みたいなやつを混ぜて、あと砂糖を入れたんですけれども、無味。ね、これ買ったんだけど1000円くらいで、この赤色の寒天、普通にさ自分で食紅で作ればよかったのかな。多分そうだよね。悔しい、悔しいな、悔しいな。じゃあこの指食べてみていいですか？ゾンビの指です。じゃあちょっといただきますね。指太い。なんかネイルしてるみたいで可愛いね。紫色のネイル。うちのネイルの方が可愛いんだけどね。ちょっとなんかもうちょっとチップとかスカルプとかやってさ、伸ばせばさ、なんか防御力高そうじゃない？だからさ、こんな傷を負っちゃうんだよ。弱い、弱いんだよ、あんたは。いただきゃん。ねえ、これ何味だと思う？初めて食べた。メロン味。食べたことある？メロン味のチョコって。うち人生で初めてかも、メロン味のチョコなんて。でもちょっと美味しい。
ちが作った寒天よりか100倍美味しいです。恨めし恨めし。ちょっとさ、ハロウィンのこのお菓子を食べながら、うちがハロウィンの時にやらかした話をちょっとしていきたいなと思うんですけれども、皆さんハロウィンパーティーってやったことありますか？ちな、私毎年ハロウィンパーティーしてたんですけれども、あのね、なんかハロウィンになったら記憶をなくすんですよ。なんかあの、たぶんきっとあの、トリックアトリートって感じで、あの魔法にかけられてるだけだと思うんですけれども、テキーラを結構飲みすぎちゃう傾向にあって、あのハロウィンの時って、それでいつも記憶をなくすんですよね。記憶ってあんま私なくならない方なんですけど、ちょっと目玉も食べます。うん、なんか千葉知ってるから絶対寝た方がいいと思う、この目玉ね。なんか本当にハロウィンの時に飲みすぎちゃって、前に美容室で仕事してた時があったって、みんなに話したと思うんだけど、その美容室で働いてる前日にハロウィンパーティーがあったのね。今行くしかないじゃん。でそれで行ったんだけど、もう本当にうち人生で初めて、なんか体が起き上がらなかったの。8時起きだったんだけど、まあ、帰ってきたのは5時とか6時とか、まあ、7時とかだったかもしれないんだけどなんか知らないけどね、起きれなかったんだよね。なんだかわかんないけどね。仕事じゃなくて運動会だったの。ハロウィンの次の日に運動会やらないでよって思わない？絶対に飲みに行くじゃん。なのに運動会があったわけよ、その美容室では。でも運動会も行けなくて、で、ね、雲食べていい？キモくね？見てこれ、雲食べます。おいしいなんかね、それで起きれなくて運動会に遅刻していったわけよ。まあ行ったんだよ、行っただけ偉くないうち頑張って起きて行ったんですけれども、本当にびっくりするぐらい、自分でも分かるぐらい酒くせえのそれでね、リレーとかやらされたの。過去で最大的に地獄を味わいましたね。もうほんとこれ以上の地獄ないんじゃないかっていうくらい地獄でした。その後にみんなで打ち上げって言って焼肉連れて行ってもらったのね。地獄ですよ、二日酔いの中リレーで全力疾走させられた挙句に焼肉殺しにかかってるやろか、ね、殺しにかかってるんやろかっていう私にはハロウィンの思い出がありますけれども、みんなハロウィンパーティーとかするのかな、お家で。なんかいいね、こうやって友達とさ、お菓子とかより好んでグミサラダみたいなあるじゃん。いつも見てんだけど、すごいまずそうにしか思えなくて普通に食べたら絶対美味しくない、グミって。じゃあそう思うんだけども、世の人間たちはグミサラダとかをね、流行ってますし美味しいって感じなんでしょうけれども、ちょっとさっきのさ、雲がなくなんない、口の中からずっといる雲。次何食べようかな。お化けちゃん食べたいと思います。いただきます。めっちゃホワイトチョコ、うちの大好きな味のホワイトチョコ。めっちゃ美味しいわ、これめっちゃ美味しいわ、ホワイト幽霊。じゃあこのパンプキンもいただきます。あ、これダメだ。オレンジだ。甘
つも飴ちゃんになってるんですけど、こんなやつも買ってみました。くだらない。このお菓子たちはセブンイレブンで購入したのかな。このチョコたちめっちゃ美味しいんで、ちょっとよかったら購入して食べてみてください。ちな、今年の私のハロウィンの予定は、何もないです。はい、ということで本日はこちらの魔女のスープを食べてみました。はい、こちらの寒天ゼリーのお味は本当に本当にまずいです。はい、よかった皆さんも一度食べてみてください。私が作らないと食べれないんですけどね。クソまずい寒天。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとう。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメント、マイチェンドグブサブチャンネルの登録もお願いね。新曲パパリラも絶賛リリースしてるのみんな聞いてね。